Fukushima.network これより、私たちがしょっちゅう釣りに来る松川浦の方に入ります。松川浦に入ります。市場に行く通りです。船が知り合いの釣り道具屋さんです。よーし、遅くなりました、はい、お、生存確認びっくりしちゃうよ、さっきの釣り道具屋さんがここ高台を、必死の覚悟でこちらに逃げてきたそうです。高台になってます。ちょっと寸止まりまで行って高台で待って高台です。ここまで逃げてきました。その上に車あげたんだから、ここ車逃げんの、ここまで逃げたそうです。うわぁ、ね、こっち押しちゃう、上上がってきたでしょ、ここに来たの、ここまで来なかったので、ここまで逃げたのはいいんですが、目の前が、津波に襲われてます。右側から爆破です。はぁ、ものすごいから、すごいとこ見ちゃったんだ。生きたことしなかったんだ、なかったよ。俺とかで食べて呼んでるのかと思ったよ。はあ、20メートルぐらい、向こう北東、あの海水浴場方面、北東の方向なんで、向こうから津波来てたんで、ね、ああ、うん、だからこう来たのか。そう、松川浦は入り口狭いんで、ああ、入ってこなかったので、ここはどこか、ボトルネックみたいなこうなってるわけでしょ、集まって、たぶん水上がってきて、すごいです。ここは無理でしょ。釣り場に通い慣れた道です。釣り場に通い慣れた道を今は、通ってるんですが、言葉が出ません。ハグラスで奥行きだから潰れてるから、サイハル、サイハル、潮干狩り場、潮干狩り場にバスが、桟橋も乗るな、あ、バスか、これ横転してる。角屋です。釣り道具屋さんです。救命ボット。
サイハルさんです、ここで焼き魚をよく食いました。サイハルさんです直売センターです。直売センターです。ロス無事抜けてくる。本当だ、ロスの道路なくなっちゃった。本当だ、です。防波堤の先端にやっと灯台がありません、向こう側の道路見えるでしょうか。道路がもうなくなってます。なくなってます。海水浴場、海水浴場、この辺はいつも釣りに来る場所で、馴染み深い場所なんですが、面影が全くありません。この船は何だよ、津波後に来た船なのか、戻ってきたんです。ね、里は津波来てから高台に逃げたの、それとも地震だ、高台に、それ地震だっていうので逃げたの。そう、やっぱ津波が来るっていう、来そうだった、来そうだったの、あまりにもすごい地震で、やっぱ震度はすごかった、震度はすごかった、立ってらんなかったし、3分ぐらい強烈な地震がなかったもんな、ですぐ3メーターの津波情報出た、その後すぐに6メーターに切り替わった、分かって、こっちはもう多分何もないから、その白い建物スーパーシシ、いつも買い物する店だよ、ったね、ちなみにここの左側に釣り具屋亀ちゃんあったけど、跡形もなくなる、亀ちゃん、ほんとだあったな、持ってなっちゃった。この通りみんな高橋さんって。通称この辺は原釜地区。原釜地区。原釜。原釜。火事は起きなかったの？火事は起きましたよ。起きた。ちょっとだけ。その場も燃えてました。だね、うわ結構
まで来てるね、この辺は。特徴だな、この辺は。これで1キロくらい離れてる。まだ離れてない。知り合いの釣り具で、そこで真っ二つ。あでかい、でかい。これこれとんかつやったよな。とんかつ屋も終わりました。ただいま秋田に避難してます。あ、ここから信号生きてんのかな。古いバスなんですよ。海水入ったのに巨大化する。こう想像以上にというか、テレビで見たものとは全く違って、もう声もでないくらいにすごい凄まじさでした。